はい、明日から3連休の、になりますね。天気図、これが22日、明日の土曜日の、天気図になっています。基本的に大きく、高気圧に覆われるんですが、高気圧のちょっと後ろ側になりますので、雲が、ちょっと大きくなってきます。雲が多くなってくるのは、風が吹かないので、明日は一日中、風が吹きません。吹いたとしても、やや北東より、こっちからの風になりますが、2メーター、3メーターと非常に弱い風になっています。そして23日の日曜日、広く高気圧に、覆われます。風は吹いたとしても、北風、弱い北風、1メーターから2メーターぐらいの、北風になります。串本方面は、ややこの北東の風、この高圧線に沿うような風が吹きますが、これも強くは吹きません。で、24日の月曜日、火曜日に、ここに、低気圧が、できますので、落ち前の天気となるので、気温が上がって、風はやや南の、こっち側からの風が、吹いてきますが、波が出るような風では、ありません。落ち前になりますので、海は静かになります。土日月と、3連休、ずっと、いい天気に、恵まれて、波もない状態となります。